アウトオブデートはお前の功績が各地で語り伝えられ、トライブは希望を捨てないで済んでいると言っている。これまでのお前の働きには感謝している。だが残念ながら北西にいる友人のウィズから急ぎの案件が舞い込んできたそうだ。アウトオブデートはお前の真意はわからないが、とにかくウィズを助けてやってほしいと言っている。アウトオブデートはおおよその方向を指し示してはくれるが、ウィズを見つけて彼をどう手助けするかはお前にかかっている。これはまずい。アウトオブデートの予見は真実なのだ。マークパフを何とかしなくては。北西のワールドイーターの活動が盛んになってきていると、ウィズが心配しているそうだ。ウィズはワールドイーターのところまで乗っていける潜水可能な乗り物の製作に当たっているのだが、完成させるためには手助けが必要だという。アウトオブデートはなるべく早く北西にいるウィズの元へ行き、何か手伝えることがないか様子を見てくるようにと言っている。喜んで手伝おう。また会うだろうと言っている。サージサーフ工場だ。ここにいる間はウィズがいないか目を配っておけ。どれどれ。ウィズ語は理解しにくいが、どうやら見知った顔を見られて嬉しいと言っているようだ。最近では知り合いに会うことも少ないらしい。またお前に会えてよかったと言っている。彼の名はウィズだ。昔お前にオクトポットの試乗をさせてやったそうだが、覚えているか？ウィズはお前が明るい子供だったことを覚えている。月日が経ってもその明るさを失っていないことに喜んでいる。しかしウィズはそれがずっと昔のことだと分かっている。遠い昔であればあるほど記憶は薄れるものだ。お前といることで過去を思い出すことができると言っている。彼らはお前が子供の頃からここにいる。だがお前はここを去るとき、自分を思ってくれる人々からも距離を取ることを選んだのだ。ウィズが自分たちの記憶は記憶に向き合う準備ができるまで鮮明なまま留めておくと言っている。彼はお前がルパルパンに立ち向かうために戻ってきたことを理解している。それは押し寄せる波のように避けられないものだ。お前が家族を失ったことで永久に暗い深みに沈んだとしても驚きはしない。だがお前は水面に浮かび上がる泡のように何があっても這い上がってきた。辛い過去の波に押し流されたとしても、自分の道は自分で切り開くことができると、お前は分かっているようだ。最終的にはお前が決めることだ。お前はひどい目に遭い、その因果を背負って生きてきた。彼は因果を信じているという。なぜなら、それこそが行動に対する結果であるからだ。毎日明るくなっている。ダメだ。鏡を見てみろ。それはできない。お前が見た相手はみんなおかしくなった。後にも先にもあの一回だけだった。粉々に砕けた鏡でいっぱいの店が
君の過ちを物語っている。彼は自由について考えたことがあるかと聞いている。本当に自由を手にしている者などいるのか。お前がここに来る決断は自分で下したものか、それとも運命が仕向けたものか。ガンムーか。それを聞けて嬉しい。彼もそんな風に自分で自分を信じられればいいのにと思っている。世界が継続していることに驚き喜んでいる。まだまだ発明するものがあるそうだ。世界を救うためお前が懸命に戦ったと聞いて感心している。ミリアドに加わるのは賢い選択だった。彼らはありとあらゆる方法で問題を解決する。そういう多様性は強みになる。だがこれに比べたら取るに足らないことだ。お前は過去を深淵にしまっておくべきだとウィズは言う。だがそこには他にも何かが存在するようだ。生命の木をかじるもの。彼はそれをマークパフと名付けた。だからオクトボットを修理していたんだが、蓋が開かなくなってしまった。開けるためには十分な大きさのタグツイスターが必要だ。彼はサージステーションを離れられない。だからお前がタグツイスターを見つけるんだ。メカスタジアムには傷ついたメカフィングロが一つ残っている。それを目印に探してくれ。重いものを持ち上げるために作られたに違いない。トクサノールの記録によれば、保管エリアで生物核物質を移動させるために作られたオートマトンだそうだ。メカスタジアムがこの近くにある。ロックされている。ロックされている。残りは数手だ。無駄にするなよ。不安定にさせずにボルトを緩める必要がある。残りは数手だ。無駄にするなよ。それだ、タグツイスターは緩んでいる。それが掴む手を助ける手に変えることを願おう。
ウィズはタグツイスターが解決してくれると思っていたが、力ずくではどうにもならないようだ。もっと滑らかなものが必要だ。お前の毛並みが美しく滑らかなのは確かだが、彼の言う滑らかとは蓋のヒンジの潤滑油に使えるほど油切っているもののことだ。グリーススプリンクラーがあれば蓋が開くはずだと言っている。問題はそれを切らしていることだ。彼の給油のチューチューはグリーススプリンクラーを切らさないように蓄えているらしい。彼なら分けてくれるはずだ。どうだ。グリーススプリンクラーを手に入れたらすぐに戻ってくるよう念押ししている。この間にもマークパフが生命の木を蝕んでいるからな。ブラックタールのカクテルみたいなものだと思ってくれ。デッドゾーンはベトベトした黒いグーでいっぱいだ。燃料にもなる上よく滑る。線路とは人生の道筋に似ていると彼は確信している。お前が生み出したものでなくても結果とは向き合わなければならない。しかし今回彼は脱線してしまい、再び線路に戻るためには新たなウィングナットが必要らしい。ウィングナットを見つけるのは簡単だ。全てのインフロントチガチガにはめ込まれている。問題はどうやって外すかだそうだ。彼はお前が解決してくれるだろうと期待している。お前ならそうするだろうと言っている。ちょうど彼がレールを走る方向を知っているように。ウィングナットチャグトンネルだ。それは永遠に続く。
残りは数手だ。無駄にするなよ。チューチューはお前が来ることは分かっていたという。誰かがそれなりの理由でお前のステーションに泊まることがあったとしても、誰も線路に油を差していかないと彼は理解している。彼は喜んで予備のグリーススプリンクラーを譲ってくれるそうだ。それがお前のビジネスが行き詰まった時にも役立つと信じている。緊急時に備えて彼はそれを荷車に乗せた箱の中に保管している。荷車に乗っている。手近に置いておきたいそうだ。大概非常事態には行動を起こす時間があまりないものだ。チューチューはお前がグリーススプリンクラーを使うべきと言っている。過ぎ去りし時代の多目的な道具だ。最後に残された一つだぞ。大事に使え。お前ならば有効に使ってくれるはずだと言っている。ここには油を刺さなければ開かない閉じられた箱がたくさんある。少々荒っぽいが信頼できる人の手に渡り嬉しいそうだ。感じるか、黄昏が訪れるぞ。そうだ、闇の中ではゆっくりと。まだ時間はある。やめろ、その足をブレーキから離せ。全速前進だ。全速力から U ターン。何、いや前だ。こらこやば。チューチューはここから出るのが待ちきれないそうだ。また会おうと言っている。箱を叩き壊すことを心配しなくていい。チューチューには今のところ使い道がない。チューチューはお前の助けになりたいと強く思っている。お前が彼にしたように。お前に出会ったことにはより大きな意味があるはずだと彼は考えている。時に乗り間違えた列車が正しい場所へたどり着くこともあるのだ。お前は変革をもたらす資質を持っていると彼は信じている。彼はそれを自分で目撃したのだ。運命はレールのようなものだ。決まった方向へ導き、別の場所へ行きたいと思っても抗い続けることはできないという。そうだけど、チューチューはお前がアークを見つけて大いに喜んでいる。あれがチャグよりどれほど速いか想像してみるといいという。その上レールも必要ない。レールも道路も必要ない。必要なのは空気だけだという。世界は修復されつつあるから立ち去る必要はないが、アークに乗っていける場所の数々を考えてみろ。お前がアークを入手してくれて彼は喜んでいる。それを使えばお前は素晴らしい場所に行っていいことをしてくれるだろう。お前は誰と一緒にアークに乗るのだろうか。つまりここにあるのはお前の後継者を助ける機会だ。感謝の印として差し出したいのなら、アークには席が一つ空いている。なぜだ。必要なのはお前自身と当然私だけのはずだ。だが私はお前の一部なのでカウントされない。早く進みたいなら一人で行け。遠くまで進みたいなら一緒に行け。ここから素早く立ち去りたくなる唯一の理由は闇だ。俺が悪友だとしても俺なしでは進めないと分かっているはずだ。俺がお前を完成させるからだ。ふん、やっと意見があったな。息の合わない者といるより一人でいる方がマシだ。一番いいのは一人の時間を楽しむことだな。生涯をレール上で過ごしてきた彼はお前と一緒に空に旅立ちたがっている。チューチューは荷造りして出ていく用意ができている。もう話は終わったからいいそうだ。
オクトポッドの準備が整うまでマークパフを対処する方法はないとウィズは言っている。マークパフの外角というか頭をへこませるためには十分な爆発力のある何かが必要だと彼は考えている。パイロスティックがあればいいだろう。彼の旧友のブームが爆発物の開発に長けているそうだ。ブームのパイロスティックが飛び出したまま野放しになっているという噂だ。パイロスティックがないか地平線まで目を凝らしておけ。素早く行動すれば飛び去る前に捕まえられるかもしれない。ブームはその場所をパフダフブラフと名付けた。馬鹿げた名前だがパイロスティックの大半が旧世界と同じくらい古い不発弾だと考えれば正しい表現だと言えるだろう。バンプラントだ。トクサノールが様々な爆発物を作っていたが最後は工場ごと爆発してしまった。不発のパイロスティックが野放しになっているようだ。爆発する前に捕まえるべきだ。パイロスティックは爆発する。何を狙うかはお前次第だが少なくともマークパフの弱点に当てるチャンスはある。頭を狙うべきだ。そこがマークパフの弱点だからな。奴は考えることが苦手らしい。ウィズは新たなキャノンの製作に取り組んでいる。パイロスティックの代わりにグッポを発射するそうだ。マークパフは気が散ってたまらず我慢できないだろう。グッポを見つける一番の近道はギルに会いに行くことだ。彼は天然の探知機を備えていてグッポがどこを泳いでいるか感知できる。バーブルボトムにいるギルを訪ねるべきだ。彼ならグッポがどこで見つかるか教えてくれるだろう。非常に早く繁殖できる魚の一種だ。この繁殖力の高さは無限弾を実現するための大きな利点になる。どれどれ。これはバーブルボトム、ギルの住居。ようやくお前に会えて喜んでいる。彼の小さな岸辺にはこれまでたくさんのものが流れ着いたが、お前ほど刺激的なものは初めてだそうだ。それは不可能だ。空気はひどいがグーはもっと最悪だという。
今頃ここに来るということは、今まで流れに逆らって泳いできたに違いないと言っている。だがこれからどちらに向かう？流れに乗るか、それとも逆らうか。サーフに逆らって泳ぐのは恐ろしく困難だ。だが流されてしまうようでは世界を救うことはできない。いずれにせよ、サーフがこれほど汚染されてしまったのは残念なことだ。彼は人生は波乗りに似ているという。正しい波に乗らなければならないが、それがどれかは実際に乗ってみないとわからない。最高の波をみすみす逃すくらいなら、とにかく試しにどれか波に乗ってみるべきだと言っている。彼はいつでも次の新しい波が来ているように感じるそうだ。グーのないグーでサーフするのはどれほど素晴らしいか想像がつかない。世界は生き残ろうとしている。お前がグーと戦ってくれたことはいくら礼をしても足りないそうだ。お前がミリアドと協調してくれて嬉しいそうだ。彼らは全てに本物の光をもたらしてくれるという。非常に明るく光っていて、波の上でキラキラ輝くそうだ。だがそんなことは、今日という一日を楽しむほど大切なことではないだろ。この池で行われてきた吐き気のするようなことのせいで、ここの水を飲んだことは一度もないそうだ。汚染によってサーフが泥まみれになり、空気が彼のエラを詰まらせるようになってから、魚でさえここの水を飲まなくなったそうだ。生命の木も飲みたくはないだろうが、その水を飲んでいる。他に選択肢がないからだ。生命の木に水は選べない。毒を飲むことを強要されているのだ。サーフは今や毒だ。それを飲んだ者も全て毒と化してしまう。生命の木も含めて。彼の友人のウィズはたくさんのグッポが必要だ。それについてはギルが正しい方向を示してくれる。でもここで見つかるのは死んだグッポだけだそうだ。ウィズが必要なのは生きたグッポ、つまり腐りかけていないやつだな。だが正しい方向に進めば綺麗なサーフがあるから、グッポを何匹か捕まえられるだろうという。そうすればウィズのところに持って行って使える。彼はずっとウィズの友達だったから、今度はお前の友達にもなってやると言っている。ここはグッポーグロットだ。残りは数手だ。無駄にするなよ。
ロックされている。残りは数手だ。無駄にするなよ。残りは数手だ。無駄にするなよ。オクトボットの弾が永遠に尽きないくらい十分な数のグッポがいるようだ。あのパパミグラチョボ、マークパフがずっと息を止めていられたことに彼は驚いている。これもまたトクサノールの汚染によって引き起こされた進化的な変化の一つだ。あのパパミグラチョボ、サーフに潜っていたということは、マークパフは誰にも邪魔されずに生命の木の根っこを食べていられたということだ。つまり、北西の根っこは他の根っこよりも大きな被害を被ったということだな。もし汚染が進化に及ぼす影響がなければ、お前たちのように哺乳類の枠を超越した存在というものはあまり幸運とは言えないかもしれないと彼は気づいたそうだ。
またワールドイーターを倒してくれて感謝している。あと半分だな。アウトオブデートがルパルパンの目撃情報を聞いたそうだ。お前の出番が来たと言っている。準備はいいか。プレデターと対峙するこのチャンスを逃すべきではない。生命の木の根元に戻るんだ。お前が戻るまでルパルパンがじっとしていればいいが。お前の過去と向き合う時が来たとアウトオブデートは言っている。ルパルパンは今も奴が育った基地にいるらしい。見たことがあるはずだ。そこにお前が求める答えがあることを彼は祈っている。お前は心に一筋の闇を備え持っているが、強者は怒りをあらわにしないものだ。冷静さを保つようにと言っている。彼がおおよその正しい方面を示してくれるが、あとは自分次第だ。ここから先は自分の力で切り開いていかなくてはならない。ルパルパンの基地はずっとそこにあったが、木の下に隠れて見えなかった。ロマトアハカムウィパアウトオブデイトは、お前が道を探し出し、そこにたどり着くまでには求めている答えを導き出せることを祈っているそうだ。ロドルパよ、何度も言ってきたことだが、ルパンという脅威に立ち向かう時が来たのだ。ビリアアントフ、お前はそこに出向いていき、自らの運命に立ち向かうのだ。お前とルパンとの戦いになるだろう。ロアドルトン、喜んで手伝おう。いや、サボエタムーア、大事なことはもう言ったそうだ。ルパルパンはこの時を待っていた。全てが始まったこの場所をもう一度お前自身の目で確かめてほしかったのだ。彼がほんの幼い子供だった頃、彼の母親を討伐しようとお前の母親と親族がこの地に足を踏み入れた。彼の母親が狩人だったというだけの理由で、ルパルパンによると、その夜彼らは逃げ場をなくし狩られる側となった。お前の母親は情け容赦がなかった。復讐心だけがむき出しだったらしい。お前がお前の母親と違うことは見て取れるそうだ。お前には何か異質なものが感じられる。お前なら正しい決断をして彼らをそっとしておこうとしたかもしれない。彼はお前の母たちのせいで孤児となって取り残され、忌避されるつまはじき者となった。そしてそれ以来、彼は繰り返しあの夜の出来事を夢で見た。彼は言う。お前の母親とその門弟たちはもはや取り返しのつかないことをしたのだと。彼という怪物を作り上げたのは彼女たちなのだ。ルパルパンはひたすら時が来るのを待った。そしてお前の誕生を聞いた時、彼は復讐の計画を立てたのだ。お前の村を滅ぼしたあの夜、彼がお前を生かしておいたのはそのためだ。お前には自分と同じように
苦しみに満ちた生涯を歩ませようとしたのだ。彼はお前に生涯の間決して消えない傷跡をつけた。いつか再び出会った時にお前だとわかるように。そしてお前がその傷を見るたびにあの過去を思い出すように。空腹が彼を長い間苦しめ続けた。菜食主義にはなれなかったらしい。だからといって何も食べないわけにもいかない。だが彼は食欲を満たすためだけに生命を奪ったことはない。ただ生き残るためにだ。彼らが生命を食らうことは生まれ持ったあるべき姿なのだ。視線を深く見つめれば全てをより深く理解できる。弱者は淘汰され、強者のみが生き残るのだ。運命などというものは自分の道すら決められない弱者のためにあるのだと彼は言う。そしてお前は今自分自身を受け入れる時が来たのだ。強き者のみが生き延びる。喜んで手伝おう。ファボベモクコフアロウトロアトロヤオトロラ。もっと成し遂げ、モフォルボボムモバロヨアロ。もっと成し遂げたいのだろ。こちらへヒファルベファル。